でもよしね、今日は振られる仕事の話し方4つということでね、あの仕事の話をして振られる人の典型的なパターンについてお話をさせていただきます。これ、ね、誰もがねやっぱり婚活となるとお互い仕事をしている人ばっかりなので、じゃあどういうふうなあの話をするのがいいのかということでね、あのこういう話をすると非常に振られますよっていうね、仕事でやっぱり婚活の場面で話すことが非常に多いと思うんですけれども、気をつけないといけないことについてお話をさせていただきます。よろしければねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で早速入ります。まず一つ目なんですけど、仕事がハード、ね、仕事がハードでかつ楽しそうな人っていうのは、これはね非常にね振られるんですね。なぜかというと、やっぱり仕事があまりにもハードすぎると結婚生活が浮かばないってなっちゃうんですよ。でこの人とあまりにも仕事が忙しいとプライベートとか休日とか一緒に過ごすイメージがつかないんですね。なので生活が合わないなとか、寂しい思い自分はしてしまうな、そして子供も寂しい思いさせてしまうなってなっちゃうんですよ。だからやっぱり結婚生活が浮かばないので、あまりにも仕事がハードな方っていうのは NG だったりします。またあまりにも楽しそうな方っていうのは結婚する気ないんじゃないかな、ね、ちょっと今このタイミングで結婚するのはちょっと違うんだろうな、彼はもしくは彼女はね、その結婚のタイミングじゃないんだろうな、結婚よりも仕事の方が楽しいんだろうか、仕事と結婚すればいいのに、なんか結婚してもちょっとなんか自分の方とかあと家庭の方に目を向くことはなさそうだなというふうに思われちゃうんですよ。だからあまりにも、ね、仕事がハードとか楽しそうっていうのも実はねこれはねどっちも NG だったりするんです。なので普通に淡々と普通にまあ平凡に楽しんでるってね、無難な感じにしておくのがいいってことです。楽しすぎてもダメ、大変すぎてもダメなので、よくね女性に仕事が忙しいアピールとかね、残業すごい大変だったアピールしてる方がいるんですけど、男性もたまにいらっしゃるんですけども、これ仕事が忙しいアピールほどモテないものはありません。絶対やめましょうってことですね。じゃあ次2つ目は将来の仕事への不安です。将来の仕事への不安、例えば転職したいなと思ってるとか、あとちょっと今転職活動を考えてるんだよねとか、今の仕事をねそんなやる気を持ってないとか情熱を持ってないとか、あんまりなんか続かないそうだとかね、いうことで考えちゃうとやっぱり、ね、無職になるんじゃないかというふうに思っちゃうんですよ。女性としてはね、男性としてもそうなんですけど、この人は仕事に対して熱意がない、かつ物事が続かない人ってなっちゃうんですよ。で続かない人はどういう人かというと、結婚生活も続かないだろうなって思われちゃうんですよ。なんかやっぱりね、こう仕事がなかなか続かない人、転職が多い人、かつ今転職考えている人とかなんかは、じゃあどういうふうな目標を考えて、どういうことを考えての転職なのか、そして無職になるとかなっても非常に怖いので、その後どういうふうに考えて先を考えようか、仕事について熱心に取り組もうか、どういうことを考えながら次のキャリアを結んでいこうかっていう、次のねキャリアのステップをしっかり考えることが大事なんですね。だからやっぱりね、無職になるとか今転職活動中ですとかなると、相手の女性もしくは男性としてはこの仕事をやる気ないのかなとか、で仕事をやったとしてもこの人は結局やる気がなくなって何か続かないのかなとか、家庭生活にも影響出てしまうので、やっぱり、ね、こういうことは非常に NG ですね。であとね、キャリアプランが見えない、キャリアプランが見えない、これもそうです。仕事のことですね。仕事の今仕事をこうやってます、で次この仕事しようと思ってますとかね、いろいろあると思うんです。今経理やってる方は次経理企画に移ろうとか、あと仕分けをやってた方は決算もやってみようとかっていうことであると思うんですけれども、今この瞬間何をどう頑張っているのか、そして次のステップはどういきたいのか、将来的にどういうふうになりたいのかっていうことね、これキャリアプランが見えないと、これ特に男性なんですけどもね、この将来の仕事の不安っていうのは男性が持ってると、女性が男性に対して感じてしまうと NG なところなんですけども、やっぱこのあたりになると、この人将来性ないなとか、仕事に対して熱意がないな、なんか続かないんじゃないかな、仕事が大丈夫かな、生活やっていけんのかなってすごい不安になっちゃうんですよ。だから、ね、やっぱりこう転職のことを話をして転職しようと思ってるんだとかなっちゃうと、この人大丈夫、先見えないけど、なんかちゃんとしてキャリアプランを持ってやってんの、ポジティブな話なのかな、どうなんだろうって、あんまりね今の日本ってまだ転職ってポジティブなイメージ持たれないんですよ。ポジティブな、ね、イメージを持たれることがないので、しっかりとこの転職への不安とか無職への不安とか、あとキャリアプランが見えないとか、そういうようなマイナスのことっていうのはぜひなくしていくということが大事ですね。しっかりと将来に対して仕事をこのように考えていて、こうしようと思っていると、ちゃんと道筋に沿ったものを提示をできるということが非常に大事になってきます。なので将来の仕事に対して不安を感じさせるようなことを言ってしまうと NG で、それは転職の話、無職になるような話、キャリアプランを考えていない、これを言えるということですね。で次3つ目です。常に仕事の話しかしないということです。常に仕事の話しかしない、常に仕事の話しかしないとね、やっぱり、ね、プライベートである結婚生活のイメージが見えないんですよ。でかつその仕事しか話をしてないと人間味の深さを感じることができないんですね。やっぱりね、仕事をやってない人とか、仕事にいい加減だったりとか熱意がない人っていうのは、
相手から見てすごくこう情けないな大丈夫かなって思われてしまうんですけれども、一方でやっぱりね、プライベートのことをちゃんと見せていく、結婚生活なので、結婚生活って仕事じゃないんですよ。だからそれを考えた時にやっぱりプライベートでの生活が見えるようにするためには、しっかりと仕事だけではなくて、いろんな休日の話とか、そういうプライベートのこととかしっかりすることが大事で、そういう話ができないと、この人って人間浅いな、仕事しか頭にないんだな、それ以外のことないんだな、この人と家庭生活を一緒に作っていくことができないな、イメージができないなってなっちゃうんですよ。だからやっぱりね、イメージをさせるためにはしっかりと仕事の話をだけではなくて、プライベートの話、余暇の話、そして趣味ってね、人によっていろんな趣味があったりとか、いろんな興味関心があると思うんですよ。で、中にやっぱりこう合わないものとかもあったりとかするんですけれども、でも仕事とか趣味とか休日の話とかは全部結婚して一緒に生活を過ごしていく中で共通体験を見つけることによって2人の趣味が出来上がっていくんですよ。だからお互いの趣味が違うとか、休日の話が合わないとかなったとしても、そうではなくて、仕事ではなくプライベートであなたと一緒に過ごしていきたいと思ってます、こういうことをいろいろやっていきたいねっていうふうなことが見えてくれば全然違うので、仕事の話しかしないとそういうプライベートは見えない、プライベートを過ごす気がないのかなと思われてしまうんですよ。なんかやっぱりね、常に仕事の話しかしない人っていうのは、男性女性問わずにそれしかない、中身が薄い、それ本当に一生そこだけだっていうことでね、結婚生活が見えないから結婚対象にならないってなっちゃうので振られてしまいます。なので常に仕事の話しかしないっていうのを非常に注意しましょうってことですね。じゃあ次4つ目、最後です。専門用語ばかり出てくるってことですね。専門用語ばかり出てくるね、例えばなんかこう、いやなんか US ギャップがどうのこうのでねとかね、なんかそういうふうなこう物事に対してやっぱり専門的な言葉ってあると思うんですよ、業界用語とかね。だけどそういう専門的な言葉とかばっかり使ってしまうと、全く業界の違う人からすると、え、何その話ってなっちゃうんですよ。で、相手の立場に立った話し方ができない人なんだなってなっちゃうんですよ。ここが問題なんですよ。やっぱりね、難しい単語、用語、なんならこう英単語とか出てくるとかっこいいなというふうに思うかもしれないんですけれども、実際はそんなことなくて、そうではなくて、相手の話、相手の人が理解しやすい言葉になって話をすること、しっかりと相手の立場に立った言葉遣いとか言い回し、単語の使い方、説明をするってこと非常に大事です。だからね、よく仕事の話とかでも専門用語とかいろんな出てきて、自分の中で盛り上がっちゃってずっとくどくど話してる人いるんですけれども、これね、非常に女性としてはつまんないです。そしてこれを女性が男性の前でやってしまうと、もう一発で振られます。だからやっぱりね、専門用語ばっかり話すっていう風なことで、相手の立場に立ってない話って非常に NG だったりするし、ずっと仕事の話で盛り上がっても NG なんですね。で、聞いてる人としてはつまらないんですよね。いや、あなたは仕事をこれやってますよね、これ夢中ですよね、楽しいかもしれないけど、聞いてるこっちとしてはね、そんな専門用語ばっかり出てきても分かんないんだよ、もうちょっと分かりやすく説明しようってことなんですよ。で、この説明もね、なかなか言いづらいんですよ。いや、それどういう意味とか、それ分からないんだけどって言っちゃうと、相手の聞いてる側としては、なんだこういう話も理解できないのか、本当にこの人は分かってないな、頭悪いなと思われちゃうのも嫌だし、そこで話が途切れちゃう。で、話が途切れるっていうこともすごく嫌なので、なかなか聞こうとしないんですね。聞くこともできない。だから話をついて聞くこともできないから、聞かすこともできないので、結果その人が話が、自分の話は面白いんだなと思ってずっと話し続けちゃう。で、最終的にこの人の話は聞いててもつまらなかったな、面白くなかったなってなっちゃうんですね。なのでやっぱり相手の立場に立った言葉の使い方、ね、どういうふうに話したら理解するのかな、一般的にこう社会人としてね、普通だったらこういう言えば分かるよねっていうふうに思うかもしれないんだけど、それは自分の常識です、ね、相手は相手の世界観で生きてきて、それなりのキャリアもあって、別の経歴で生きてきてるので、もうなんか例えば医療関係者、ね、医療従事者に対して医療従事者が話すんだったらどんな話を通じると思いますけれども、これがね、医療ではなくってマーケティング専門だったりとか、あと図書館とかね、のいる司書さんとか、ね、そういう方がその本の話とかしてもまた別だと思うんですよ。なのでやっぱりこう美容師さんだったら分かる業界の話、看護師さんだったら分かる話、医者だったら分かる話、ね、事務の方だったら分かる話、営業だから分かる話、営業の中でも MR だから分かる話、ルート営業だから分かる話とかね、いろんな話があるんですね。だからしっかりと相手の立場に立って話ができるということが非常に大事になってくるということですね。ということでね、今日はね、仕事の話し方、振られる話し方についてお話をさせていただきました。これ、ね、一つでも当てはまると、こういう仕事に対しての話し方をしちゃうと振られちゃうよってことをお話しさせていただいたので、皆さんね、ぜひね、気をつけていただければなというふうに思っております。あとね、よろしければ下の概要欄の方に、いろいろね、婚活に聞く話とか、あと
身元保証の婚活パーティー情報なども載せてますので、よかったらそちらの、ね、LINE の公式 LINE 友達になっていただいたりですとか、あとインスタグラムの方でねチェックしていただければと思っております。ということで皆さんもしよければね、あそういえばなんか自分過去にこういう話をして振られちゃったかもとか、こういう仕事の話の仕方して失敗しちゃったなというのがあればぜひね、コメント欄に共有ください。やっぱりね、そういう風な自分の失敗談とかっていうのはね、今後の自分の振り返りもなりますし、見ている方も、あ、自分はそうしないように気をつけようってことになりますのでですね、こういう失敗しちゃったんだよねってあればコメントいただきたいと思います。またね、質問があればそれも合わせてコメント欄いただければ、またタイミング見て YouTube で話していきたいなと思っておりますので、ぜひまた次回の動画もご覧くださいということで、今日もありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではさようなら。